どうも、たくのみばたけおです。今日もよろしくお願いします。新年3日目三が日、皆様いかがお過ごしでしょうか。だいたい今日までがお休みっていう方が多いんだと思いますけど、またね、明日から日常生活に戻ります。その前にひととき、この動画見てね、お酒飲みながらでも楽しんでくれたら僕も嬉しいです。今日はね、何をしようかと思ったんですけど、バーテンダーさんおすすめナンバーワンのハイボールといえばデュアーズなんですけど、そのデュアーズの、まあ、一般的に皆様お買い求めしやすいホワイトラベルと、まあちょっとワンランク上の2000円ぐらいの12年、この2つをハイボールで飲み比べてどっちが美味しいかなということをまた勝手にやってみたいなと思っております。デュアーズといえば去年の僕のハイボール選手権で準優勝でした。非常に接戦で、最後はね、決勝も本当は優勝するかもしれないぐらいの実力があると思いますので、今日はちょっと楽しみでございます。はい、では早速ハイボールを2つ作って飲み比べてみたいと思います。はい、ではハイボール作りました。ホワイトラベルからいただきます。さすがの美味しさです。これに比べて12年はどうなのか。違います。はい、当たり前ですけど違う。まあホワイトホースのレギュラーと12年ぐらい違うことはないんですけど、あれも全く別物みたいなウイスキーになってますから。こちらはね、わかります、12年の方が上位っていうか、このホワイトラベルをより、華やかです。はい、華やかにさせたのが12年だっていうのが今わかりました。やっぱ飲み比べ大切ですね。これはね、美味しいんですよ、両方。ホワイトラベルも十分美味しいんです。十分美味しいです。それに比べて12年、一つね、味に上積みがあります。分かりやすく言うと濃ゆい、まあ、濃ゆいってその味が濃ゆいとかアルコールが濃ゆいとかそういうことじゃないですよ。じゃなくて、味というより味わい、だからね、さっきも言ったんですけど、華やかさが増してます。もうそういった感じですかね。フローラルさが上位ですね、こっちの12年の方が。これはね、どちらともこのハイボールでものすごくいけるウイスキーだと思いますけど、12年はこれは別格ですね。ハイボールでやっぱバーテンダーさんがおすすめするナンバーワンっていうのが分かるハイボールになってます。はい、ホワイトラベルも十分美味しいんですね。コスパで言うと同じぐらいですか。まあ、コストパフォーマンスですからね。値段に対するそのパフォーマンスがどうかっていうところで見ると、まあ、値段的には全然12年の方が高いんですけど、パフォーマンスも12年の方がそれだけ上ということで、コスパ的には引き分けと言ってもいいぐらいのいい出来だと思います。両方とも今年も僕のテイスティング欄であんまり当てになるかどうか
まあご参考になれば幸いですけど、まあ一意見としてね見てください。もうお酒飲みながら酔っ払ってみてください。僕も酔っ払いながらやってますんで、まあこうやって何杯もね短時間に飲むので、まあ酔いますよね毎回毎回。まあ毎日こんなことやって楽しく今年もやっていこうかなと。まあお正月も終わりますけど、今年もね気分も新たに、皆さんも楽しんでください。1年また1年2021年、一味上っていう感じです。まあそんな言い方、ウイスキーのテイスティングにはないんでしょうけど、12年の方がホワイトラベルより一味上です。はい、っていうのが僕の結論です。はい、ということで、今日はね、日本のバーテンダーさんおすすめナンバーワンの、デュアーズハイボール、これを12年とホワイトラベルで飲み比べをしてみました。結論、両方とも美味しい。そしてコスパ的には同じぐらいです。ただ美味しさを、一味上の美味しさを味わうなら12年をおすすめします。はい、これ12年は抜群ですね、ハイボールにすると。すごく美味しかったです。はい、ということで宅飲みバー竹尾、2021年も三が日も今日で終わりますけど、今年もこうやって毎日いろんなお酒を飲みながら、いろんなことを喋りながら、いろんなことをやります。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にお酒飲みながら見てください。はい、では今日の宅飲みはこの辺で閉店です。三が日も終わります。今年も改めてよろしくお願い申し上げます。皆様今年も無事に、元気に過ごせるように祈っております。はい、では今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。